川口さんよりあ、ミニマさんよりだけど、ここが5番、6番の最大になりますかね。株ですけれども、今の葉の長さがだいたい15センチから20センチぐらいになってきて、ちょっとちっちゃい株が太り出しているところですね。で、こっち側のカラフル株ですけど、こっち側マルチしてあったせいか、少しマルチをしてないこっち側の白い株に比べて生育が早いように、思います。で、こちらもちょっと株が太り出してきてますね。こちらのミディ大根なんですけど、葉が柔らかいですね。でも 葉の長さが今25センチぐらいになってきてまして、これは間引きしてサラダ用で出荷できるんじゃないかなというふうに思います。